幸福についてショーペンハウアー前回の続きからです私たちが心配すべきなのは未来の最悪の中でも来ることが確実で来る時期も確実な最悪だけだ。だがこれは非常に少ない。 すなわち最悪は単に起きるかもしれないせいぜいのところ起きるだろうというものかあるいは確実に起きるがいつ起きるか全く不確実なものであるこの二種類をいちいち相手にしていたら一刻も心が休まらないだから不確実な最悪や時期がはっきりしない最悪によって生活の平穏が失われないようにするには 不確実な最悪は決して来ないし時期がはっきりしない最悪はきっとすぐには来ないものと思う習慣をつけねばならないさて恐れに煩わされなくなるにつれて今度は願望や欲望や欲求に心乱される度合いが増すよく取り上げられるゲーテの詩一切は食うなりと見極めた食うなり 空空の空なりが意味するものは要するに人間はありとあらゆる欲求を脱却しむき出しの飾らない生き方に立ち返らされて初めて人間の幸福の基礎を成す心の安らぎを得られるのであって現在を引いては全生涯を気持ちよく味わうにはこの心の安らぎが不可欠だということである。 まさしくこの目的のために今日という日はただ一度限りで二度と来ないことを絶えず肝に命じるべきだだが私たちは今日という日が明日もまた来ると錯覚しているけれども明日はまた明日で一度しか来ない別の日だそれなのに私たちは一日一日が人生の不可欠な一部分 したがってかけがえのない一部分であることを忘れむしろ個々のものが全体概念に含まれるのと同じように一日一日が一生の中に含まれるとみなしている同様に病気の時や悲しい時に苦痛のない不自由のなかった頃を思い出すとその頃が限りなく羨ましく 失われた楽園のごとく思われまた真の友に対して真価を見誤ったように悔やまれるがそうしたことをつつかなく好調な日々にも絶えず意識していれば現在をもっと評価しもっと楽しめるようになるだろうけれども楽しい時はそれに気づかずに過ごし悪しき時が来て初めてあの頃に戻りたいなどと願う。 朗らかな快い時がいくらでもあったのにそれを楽しむことなく仏頂面で過ごし後で陰鬱な時にそれを忍び虚しくため息をつくそうではなく今無頓着に過ごしている現在それどころか早く過ぎ去ってくれないかともどかしく思うような日常的な現在でもまずまずの耐えうる現在であれば敬意を払うべきだろう 現在は今まさに神々しい過去へしずしずと移ろうとしておりその後不滅の光に包まれて末永く記憶にとどめられいつの日か特に苦難の際に記憶の帳がめくれた時に切なる同型の対象として姿を現すということを絶えず肝に銘じておくべきであろう。6 何事も限定すると幸福になれる。私たちの視界や行動範囲や交際範囲が狭ければ狭いほど幸福になれるし、広ければ広いほど苦悩や不安に陥ることが多くなる。こうした範囲が増加し拡大するにつれて、憂慮や願望や恐怖も増加し拡大するからだ。だから目の不自由な人も、 私たちが花から思い込んでいるほど不幸ではない。彼らの顔に浮かぶ物柔やらかな朗がらかがともいえる安らぎがその証拠である。また人生の後半が前半よりも悲しい結果になるのも一部はこの原則による。というのも弱いを重ねるにつれて私たちの目的や人間関係の範囲がどんどん広がるからである。 幼年期はごく身近な人々や狭い生活環境に限定される。青年期になるともっとずっと範囲が広くなる。壮年期になるとこれまでにたどった人生の奇跡全体を含み、国家や諸国民のようなかけ離れた状況にまで及ぶこともよくある。老年期になると子孫が含まれる。ところが何事も。 精神的事柄でさえも限定した方が私たちの幸福に役立つ医師の刺激が少なければ少ないほどそれだけ苦悩も少なく読者もご存知のように苦悩は積極的なものだが幸福は消極的なものに過ぎないからである活動範囲を狭くすると医師を刺激する外的動機を医師から奪うことになり 精神面を狭くすると意志を刺激する内的動機を意志から奪うことになるただし精神面を狭くすると退屈を招き入れるという欠点がある退屈を払いのけたいばかりに何にでも手を出し娯楽や社交や社史掛け事や飲酒などを試みるがそれらは損失や破滅あらゆる種類の不幸を招くだけで 退屈は間接的にあらゆる不幸の源泉となる「感化に行こうのは難しい」これに対して外的制約をとことん課すことが人間の幸福に役立つどころか不可欠なのは幸福な人たちの描写を企てる唯一の文学ジャンルである田園誌がいつも根本的に極めて限られた状況と環境における幸福な人たちを 描写するのを見ても明らかだ。こうした幸福感の規定にはいわゆる風俗画を見て自然に心が和む時の心地よさもある従ってなるたけ簡素な境遇糧で加えて単調な生き方をすれば生きることそのものひいては性の本質である負担を最小限にしか感じないから退屈が生じない限り 幸福でいられる。それは何も立てず渦も巻かずさらさらと小川のように流れてゆく生き方である。7私たちの幸福をという点で最終的に大切なのは意識はいかなる気持ちで満たされているのか意識はいかなる問題にかかずらっているのかということである。 この点で知的能力の持ち主であれば純粋に知的な仕事の方が成功と失敗が絶え間なく後退しそれにショックや振動を伴う実生活よりも全般的に見てずっと多くの成果を成し遂げることができるだろうもちろんそのためには圧倒的な精神的資質が必要であるそれからこれに関して注意すべきなのは 外部へ向かって積極的に活動する生活のために研究が妨げられ注意が他へそれて研究に必要な落ち着きと集中力が精神から奪われることまた多面では持続的な精神活動のために現実生活の慌ただしい営みに処する能力が多かれ少なかれ失われることだ。だからら何やら精力的な、 実際的活動を必要とする事態が生じた場合には精神活動を一時すっかり停止するのが得策である。8申し分なく思慮深い生活を送り事故の経験からそこに含まれる教訓のすべてを引き出すためにはしばしば改装し事故の体験行動経験並びにその際に感じたことを 総括的に再検討し自己の以前の判断を現在の判断と比較し企画や努力と成果並びにそこから得た満足とを比較してみなければならないこれはいわば経験が講師を務める個人指導特別講義の復習であるまた事故の経験を本文とみなし施策と知識をこの本文に対する中とみなすこともできる。 経験が乏しく思索と知識が豊富だと各ページに本文が2行注釈が40行ある版のようだし経験が豊富でも思索と知識が乏しいと宙のないピンポティウム版のようなもので多くの箇所が理解されないまま放置されることになる。ピタゴラスが言う毎晩寝る前に一日にしたことを吟味する習慣も ここで述べた韓国を狙いいとしている。過去をじっくりかみしめることなく仕事や友好に傍札されもっと正確に言うと常にせかせかと機械的に生きていると凍徹した思慮深さが失われてゆく心持ちが混沌としてきて思考は一種の私利滅裂状態になり会話はじきに脈絡がなく断片的でいわば細切れ状態になる。 外的な創造しさすなわち外部から与えられる印象の量が増すほどますます精神の内なる活動が少なくなりこうしたカオス状態は一層ひどくなる時がたち私たちに影響を及ぼしていた境遇や環境が過去のものとなると当時の境遇や環境が醸し出した気分や感情を呼び戻して 再生するここととはできないと言い言添えておこうだが当時の境遇や環境が引きした私たち自身の表明は思い起こすことができる。こうした表明は気分や感情の所産表出・尺度である。だからこうした記念すべき時点の表明は記憶するというよりむしろ記録して大事に取っておくとよいだろう。 これには日記が大変有益だ。9. 自分に満足し自分自身が全てであり我が物は全て我が身に備えているということができるならそれは確かに幸福に最も役立つ特性だと言えよう。だから幸福は自己に満足する人のものであるというアリストテレスの名言は何度繰り返しても良いであろう。 また本書の大字として掲げたシャンホールのお金言が絶妙な言い回しで述べているのも本質的に同じ考えである。というのも一面ではいささか確実に頼れるものは自分を置いて他になくまた多面ではお付き合いに伴う苦労や不利益危険や腹立ちは無数にあって避けることができないからだ幸福への道として 上流社会の贅沢三昧ほど間違っているものはないそれは私たちの惨めな生存を憂鬱・強楽、逸楽の連続に変えることを目的としておりそんなことをすれば必ずや失望させられるからであるまたこういう生活は互いに嘘をつくようになるのがお定まりでその点でも幻滅を免れないおよそ人付き合いなるものはまず第一に 必然的に互いに同調し、節度を守ることを要求する。従ってその範囲が広ければ広いほど味気ないものになる。誰もが完全に自分自身であることが許されるのは一人でいる時だけだ。自由でいられるのは一人でいる時だけなのだから、およそ孤独を愛さない人は自由をも愛さない人なのだろう。 人付き合いに義務は切っても切れないつきものだ人付き合いは自己の個性が強ければ強いほどそれだけつらい犠牲を強いる従って各人が自分自身の備える価値に性比例して孤独から逃れたり孤独に耐えたり孤独を愛したりするなぜなら孤独の中にある時惨めなものは自分の惨めさを 偉大なな知者は自分の大いなる知を要するに誰もがりのままの自分を感じるからであるまた人間は自然のランキングリストで上位に立つ者ほど孤独それも本質的に不可否的に孤独である精神の孤独に応じて肉体も孤独ならつまり心身ともに孤高を自するならその人にとって恵みとなる。 そうでない場合にはその人とは異質な連中がとえはたえに押し寄せてきて邪魔するどころか敵対し彼から彼自身を奪い去りそれに代わる埋め合わせは何一つ与えてくれない。